市で実施されてる出張美容サービス事業とはということでですね、お話しさせていただきたいと思います。はい、まず前提として、都道府県や、県や市町村によって、出張美容サービス事業を受けられる審査や内容が違うのでよく調べてください。はい。で、例えばなんですけど、例として、65歳以上の要介護認定者または認定を受けてないが身体状況がこれに相当する方、死体不自由1級または2級程度の身体障害者、療育手帳 A 程度の知的障害者など該当する方は無料で出張美容サービスを受けれますという、まあ、これ例えば市のサービスなんですけど、ある市のサービスなんですけど、他にも県や、市町村によって、違います、こういう条件が。はい。またサービス内容も違いますので、注意していただきたいんですけど、例えばこういう内容ですね。はい。で、これ無料でサービス受けれますので、この条件に満たしている方は、無料でサービスを受けれますので、ぜひ、知人の方とか、ご家族の方ですね。はい。こういった出張美容サービス事業、市町村県でやってるものをぜひ受けていただけると、無料で出張美容してくれる美容師さんが来てくれるんで、はい、ぜひ参考にしてみてください。はい、で、また、こう訪問される美容師さんですよね。訪問してくる美容師さんは、市で書類審査が必要になってるんで、必ず書類審査に合格して市町村とか県で契約した美容師さんが訪問に来てくれるんで、まあ安心ですよね。ちゃんと県や市町村で、審査に合格した方が来てくれるんで、安心して、これ無料ですので、県や市町村をよく調べていただいて、出張美容サービス事業っていうのをぜひ活用していただけると、無料ですので、で県や市町村もやってますので安心して活用してみてください。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、参考にしてみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。イエーのイエーイ、ありがとうございます。ぜひ無料ですので、まあ、ご家族とか、知人の方、出張美容サービス事業っていうのがもう本当県とか市町村、はい、国でやってますので、ぜひ活用してみてください。ありがとうございます。